はい、ひまわり賞ってことでね、ちょっとやってしまいたいと思います。秘密結社プレミアム総水発注でございます。まあ、こちらね、九州産の2歳オープン特別芝 1200m 戦ということでね、まあ、比較的こう、大事なレースというかね、まあ、九州産馬にとっては大一番、まあ、2歳王者決定戦というようなね、趣のあるレースなんですが、こんな感じでいきたいと思います。軸は18番のウェルカム霧島前売り4番人気。まあ、新馬ではね、連帯をしてますし、まあ、そこからね、前走より、まあ、ここが勝負だろうというところですよね。まあ、九州産で結果を出している万戦の3区ですし、まあ、例えばね、勝ち馬でも減量騎手起用みたいな騎手が、馬が多い中で、まあ、ね、2キロ差っていうのをね、生かせば、まあ、この馬がワンちゃん立ち回りとしては、一番有利なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、本当はね、TM のあの、もう片方の新馬の2着馬とかね、除外食らわなければそっちだったんでしょうけどね。まあ、そんな感じでいきたいと思います。まあ、そして4番の夢叶う剣。まあ、先週勝ち上がっての3連投でね、前売り1番人気になってます。まあ、安城ね、減量騎手、角田大河使ってね、勝ってきてただけに、まあ、今回1キロ金量増えるんですね。まあ、1キロ減で勝ち上がってきて、今回周りと比べて2キロ重いってのは、まあ、合計3キロ分マイナスですね。狙いづらい気はします。まあ、そして8番のテリエムチュララン。日曜日の方の新馬勝ち馬。まあ、時計的には日曜日の方が遅かったですし、まあ、2戦目のね、未勝利戦考えても、ややレベルが低かった方と言えるレースのような気はしますが、まあ、決闘的には、重賞勝ち馬、TM チュラさんの3区で、まあ、金量もね、周りと変わらず出られるんでね、まあ、一応勝ち馬の金量ではありますが、前回とは変わらない金量で出られる分、まあ、夢叶う剣とか、まあ、ね、相高より、まあ、少しね、立ち回りとしては問題なしというふうに言える感じかなということで、まあ、このまま軸でも本当はいいのかもしれないなと思いつつね、あえてこう、オッズ的にという感じで、まあ、紐までの評価でいきたいと思います。まあ、そして12番のひまわりくん、前売り5番人気。まあ、未勝利戦ではね、3着に構想したようにね、上昇してきましたね。あとはこの2キロの金量差ってことで、紐には入れておきたいと思います。で、14番の栄進チョンパ。まあ、JRA 所属になりましたね。同栄の認定を勝ってね、まあ、2戦目で変わり身見せてね、同栄では圧勝でこっちに来ましたから、まあ、JRA とはいえ九州産馬相手なら構想してくれると思います。そして16番の相高。前売り3番人気まで落ちましたね。土曜日の新馬戦の勝ち馬。まあ、新馬2クラのうち、時計が早い方ではあるんですが、やっぱね、川原田騎手4キロ減で勝ち上がってきて、今回は金量、その分増えてるってあたりはね、やっぱマイナスで、紐までしか評価できないという感じにはなると思います。まあ、そんなわけでね、またこういった形でね、やっていきますんでね、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。